マラティアはトルコ中部東アナトリア地方の都市でマラティア県の県とユーフラテス川上流部の西岸に広がる標高950メートルの平原上に位置するアナトリア高原のことでヒッタイト帝国以来の歴史を持つ人口は2009年国勢調査で41181人ヒッタイト時代の記録にはメリドという都市の名が登場しており これが現在のマラティアにつながっている。ヒッタイト語でメリドとはこの地の主産品であった蜂蜜を意味した。マラティアとバッタルガーズイートの市境に近いアルスラーンテペという集落にある遺跡がメリドの旧跡と推定されている。メリドの衰退後別の場所に新たな町が作られローマ帝国時代にはメリテネというラテン語名で知られた。 ローマ帝国から東ローマ帝国を経て、オスマン帝国までの時期にかけてのメリテネ、マラティアの市街地は、マラティアの2 0トル離れた隣町、バッタルガーズイーにあった。しかし19世紀以降、現在のマラティア市街地の場所へと、人口や都市機能が移転し、古くからのマラティアの町は、エスキマラティアと呼ばれるようになった。現在、旧、 マラティアの町は8世紀のムスリム戦士、シュディバッタルガーズイーにちなんでバッタルガーズイーと改名されている。マラティア郊外の農村地帯にある集落、アルスランテペ,ペには、肥沃な三日月地帯に農業が起こった時期から人が暮らしてきた遺跡が残っている。古代、この遺跡はメリド、メリットゥ、マラティアなどと呼ばれる都市であった。青銅器時代には、 メリドは、イスワ王国に属する地方行政の中心となり、頑丈に要塞化されていた。これはおそらく、西からのハッティンの脅威に対抗するためと考えられる。ヒッタイトは、紀元前14世紀にメリドを征服するが、ヒッタイトの滅亡後は、メリドは新ヒッタイトに属する小国家の一つカマンヌの中心となった。新ヒッタイトの時代、メリドは、 古くからの筆体との伝統を継承する都市であった。1930年代に、フランスの考古学者、ルイ・デラ・ポルテが発掘に着手したアルスラ・ンテペ遺跡では、城壁内から宮殿が見つかっており、ライオンや支配者らの姿を刻んだ新筆体と時代の、彫像や浮き彫りが見つかっている。アッシリアのオーティグラとピレセル一世によりメリドは、 征服され、以後アッシリアへの効能を払い続けることになった。しかしメリドは、アッシリアをサルゴン2世の軍によって、紀元前712年に制圧され略奪されるまで、都市としての繁栄を続けた。サルゴン2世による略奪と相前後して、アナトリアには、キンメリア人とスキッタイ人が侵入し、以後メリドは衰退していった。アケメネス町とセレウコス町の支配下で新たな場所に、 町が建て直された。アナトリアを征服したローマ帝国はこの新たな町で、あるメリテネに第十二軍団、フルミナタを置いた。メリテネは、アナトリア東部のアルメニア人居住地域のうち、アルメニア王国の西に広がる、小アルメニア全体の中心となった。4世紀に、東ローマ帝国皇帝テオドシウス一世が、ローマ領アルメニアを第一アルメニア属州と、 第2アルメニア属州に分割し、メリテネは第2アルメニアの中心地となっている。ユスティニアヌス1世の地勢には地方行政改革が行われ、メリテネは第3アルメニア属州の中心となった。575年にはサーサーアン・朝のホスロー1世の進撃を東ローマの将軍ユスティニアヌスが食い止めた戦いがメリテネで起きた。 東ローマ軍によるメリテネ占領しかし638年には、政党カリフ時代のイスラム帝国がメリテネを征服し、以後アッパース朝時代までメリテネはアラブによるアナトリア征服の拠点都市になり、東ローマに対する脅威となった。九世紀にはアッパース朝の下で半ば独立状態にあったアミールのウマルアルイコールアクタの本拠地となった。ウマルは、 当時の東ローマ最大の脅威になったが、863年に、アナトリア北部パフラゴニアのララカオン川で起こった、ララカオンの戦いで殺された。東ローマは何度もメリテネを攻撃したが、927年から934年にかけての巧妙な将軍、ヨアニスクルクアスによる戦役までメリテネを落とすことは、できなかった。この戦役では、 メリテネは何度も東ローマの属国の地位を受け入れたり、放棄したりし、934年5月に、最終的に、東ローマによって征服された。ムスリムの住民は追放されるか回収させられ、ギリシア人やアルメニア人が代わりにメリテネへ移住してきた。10世紀には、ニケフォロス2世フォカスが、シリア正教会のアンティオキア総主教を説得し、 真とと々どメリテネ一帯へ移動させた。この時に移住したシリア人たちがメリテネやその周辺の都市に主教区を創設している。ハジユースフ・モスク・マラティアの時計等1071年にマンジケルトの戦いで東ローマが敗北したことによりアナトリアにトゥルク人が多数侵入し、以後メリテネもトゥルク形勢力に影響されるようになった。11世紀末には アルメニア人の聖教徒であるガブリエルがメリテネを支配した。彼はエデッサノトロスと同様アルメニア系の東ローマの軍人フィラレトス・ブラカミオスの部下のアルメニア人武将であった。カッパドキアやキリキアで東ローマから反独立状態にあったブラカミオスが1086年に没するとエデッサノトロスやメリテネのガブリエルらは自立した政権を築いた。 メリテネのガブリエルは一体をハントとするテュルク系のダニッシュメンド町の米陸に支援されてメリテネを統治したが1100年以降は十字軍の指導者たちに大いに肩入れするようになったガブリエルは特にエデッサ白国を築いたブルローニュのボードアンとアンティオキア公国のボエモン一世を支援したガブリエルは娘のモーフィアをエデッサ博ボードアン二世に嫁がせ持参金に ベザント金貨コマムを持たせた。アンティオキアコーボエモン一世はガブリエルを支援するためにメリテネに出兵したが、ダニシュメンド町に敗北して、捕虜となるとガブリエルはボエモン一世を解放するための身の代金を準備している。ダニシュメンド町の軍勢に包囲されたメリテネは、エデッサハクボードアンにより一旦は救援された。しかし1101年9月には、1101年の十字軍を、 敗北させた、ダニシュメンド長がメリテネを征服し、ガブリエルを討ち取った。ボードアン2世は他の女性と結婚するために、1113年には、モーフィアを修道院に出家させている。イコニウムをととするルームセルジューク長が12世紀末に、ダニシュメンド長の米陸を討ち取り、メリテネはルームセルジューク長の手に落ちた。1243年には、モンゴル帝国が侵入し、 メリテネでも多くの市民が市街へ逃れた。シリア正教会主教のディオニュシオスがモンゴル軍と交渉し、メリテネは無血解除をして略奪されずに済んだ。13世紀終わりにはマムルーク朝の一部となり、1515 15年にはオスマン帝国の一部となった。1838年に現在のマラティアの市街地が建設された。それまでのマラティア、メリテネの市街地は、 エスキマラティアと呼ばれるようになった。現在、旧マラティアの街は8世紀のムスリム戦士、シュディバッタルガーズイーにちなんでバッタルガーズイーと解明されている。アルメニア人の多かったマラティアは19世紀末から20世紀初頭の反アルメニア人運動の舞台ともなった。特に1894年から1896年にかけてアナトリアで起こった。 オスマン帝国の軽騎兵部隊ハミディエなどによるアルメニア人虐殺では女子供や老人など7500人以上が殺された。事態の落ち着いた後にマラティアに派遣された赤十字はアルメニア人の家屋1500件が略奪され375件が焼かれたと結論付けた。1913年版カトリック百科事典ではマラティアの人口は3万人で、 トルコ人が多数を占めアルメニア人は3000人ほどであり、そのうち800人がカトリックだったという。しかし、アルメニアソビエト百科事典ではマラティアの人口は4万人ほどでうち2万がアルメニア人だったともされる。市内にある5カ所のキリスト教会のうち3カ所はアルメニア人のものだった。アルメニア人は商業、養蚕、農業などに携わっていた。しかし、 第一次世界大戦中の1915年、マラティアはオスマン帝国軍に包囲され、アルメニア人住民は南方のシリア砂漠へ向けた死の行進へと送られた。これを生き残ったアルメニア人はアナトリアへ戻らず、欧米各国に離散した。マラティアのトロリーバスマラティア付近の経済は農業が主で、世界のドライアプリコットの65から80%が、 マラティア周辺で生産される。トルコ国内の生殖用アンズの50%、乾燥アンズの95%がマラティアで生産されている。アンズは中央アジア原産だが、ユーフラテス上流部の肥沃など上都気候に恵まれ質の良いアンズのできるマラティアが世界有数の産地となるに至った。乾燥アンズは家族経営の農場で昔ながらの日干しで作られている。 その他の産業は食品工業と繊維業などとなっている。マラティアはトルコ東部の鉄道網や道路網の要衝であり、近隣の町村への交通の中心になっている。鉄道駅は町の中心の 3km 西にあり、北の黒海岸のサムスンから南のシリアのアレッポへ南北に走る路線上にある。ここからはエラズーやディアルバクルへの列車が出ている。 街の中心の 5km 西にあるバスターミナルからは、アンカラ、イスタンブール、ガズイアンテプなど主要都市へのバスが出ている。マラティア空港は、市の中心の 26km 西にあり、毎日トルコ国内の主要都市へ定期便があるほか、夏のマラティアのアンズケバブなど様々な料理に使われる、肉団子とデザートに使われるアンズが、マラティアの食文化の主な位置を占める。 小麦粉など様々な材料を混ぜて作る巨匿手には70種を超える種類がある。その他の郷土料理には油を塗った紙などで洋肉や野菜をくるんで作るカウトケバブがある。1978年からマラティア見本市とアンズフェスティバルが毎年7月に開催され、マラティアとアンズを広く広報する機会になっているほか、生産者らが一堂に会する場になっている。 日本史の期間は、スポーツ大会やコンサート、アンズ生産のコンテストも行われる。その他、マラティア県内では、夏には、サクランボやブドウなどの祭りが様々な街で、開催されている。イノニュ大学キャンパストルコ東部でも最大級の、大学である、イノニュ大学が、マラティアにある。1975年に創立した、イノニュ大学はマラティア南部のキャンパスに9つの、 学部と三つの研究所を有し、2500人の教職員と2万人の学生を要する。マラティアはトルコの歴代大統領10人のうち2人の出身地である。ありがとうございます。